チャオ、こんにちは。パスタマニアです。今日はキノコをふんだんに使ったパスタを作れると思います。イタリア版マツタケと呼ばれる乾燥ポルチーニキノコを使って、さらにシイタケとマイタケもたっぷり。さあ、美味しく仕上がるでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。イタリア版マツタケとも言われるポルチーニの乾燥したものを使ったんですけど、乾燥ポルチーニもいろんな種類があるので、まあ選び方はちょっとお教えするとすると、ちょっと黒っぽい、ものの方が意外といい出汁が出ます。白っぽいところは上品で綺麗なんですけど、あんまり出汁は出ないんですね。だからポルチーニキノコを買うときはなるべくちょっと黒っぽいものを選ぶといいと思います。ニンニクはお好みでどうぞ。細かく切ってもいいですけど、そのまんま潰したものを使っても大丈夫です。これは自家製のロースハム。細かく切って炒めることでコクを加えていきます。椎茸の茎、一番根っこの1センチ部分ぐらいはちょっと硬いので捨てますけど、それ以外は全部使います。薄くスライスして火が入りやすいようにしておきます。茎の部分も細かくカットして一緒に食べます。舞茸は根っこの部分だけカットしたら、あとは手でほぐしておきます。ポルチーニをよくつけておきます。油を敷かずに空炒りすることでキノコの旨味がたくさん出てきます。今日はこれを15分ぐらい、ごく弱火、40度から60度ぐらいで熱していきます。途中で戻していたポルチーニの具だけ、これも入れていきます。汁は大事にとっておきましょう。15分経ちました。一旦引き上げておきます。ガーリックとロースハムを一緒にオリーブオイルで炒めていきます。きつね色になったら火を止めてキノコを投入。今回は大量のキノコです。ポルチーニと椎茸、舞茸の旨味がぎっしり入っていると思います。アンチョビのペーストを追加しましょう。塩味はこれだけです。
白ワインを入れて強火で熱してアルコール分を溶かします。ちょっと味見して、そこにさらに生クリームを追加。ポルチーニキノコの汁を加えます。胡椒を加えます。今日のパスタは有機栽培のザラザラしたパスタになりました。茹で汁を加えてクリーミーに仕上げます。はい、ごちそうさまでした。うん、今日も大変美味しくいただきました。いやー、やっぱキノコのね、この旨味、まあ一回動画撮りましたけど、一回乾煎りすることによってですね、相当美味しさが凝縮するんですね。これは干し椎茸とか乾燥ポルチーニとかがそうであるように、まあ水分が抜けて一旦乾燥して旨味が増すと。でそれに一番合うのがやっぱり生クリーム、そして黒胡椒というわけですね。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。それではまた。チャオチャオ、チベリアモチャオ。いや、ほんとキノコってうまいよね。濃厚な感じ、たまらん。